カワウソ。美男美女に化け、人を騙すとされるカワウソ。キツネやタヌキと同じく、実在した動物の妖怪だが、今はもう絶滅したとされ、その姿を見ることはできない。カワウソには、捕らえた魚を川岸に並べる、獺祭魚と呼ばれる習性があり、それが天地の神々や先祖を祀っているように見えるために、天を頼りとする獣の意味で、カワウソという字が当てられている。また、その読み名は、川に住む恐ろしい生き物、カワウソが語源とされ、それがカワウソとなったと考えられている。カッパと同一視される地域もあり、カッパの名が記された最古のものと言われる室町時代の国語辞典科学集には、カワウソを置いて河原譜になると記されている。かつて北海道から沖縄まで生息していたカワウソは、カッパ同様各地に様々な伝説を残している。北海道アイヌの昔話には、カワウソの魔物が人に化け、娘を殺し、魂を奪って妻にしようとする話や、クジラ退治に神から使わされたカワウソが、剣を持ち、クジラ退治に向かったものの、剣を持っていることを忘れ、誰か剣を貸してくれと、逃げ回るという物忘れのひどい妖怪としても語られている。青森県の津軽地方では人間につくと言われ、カワウソに疲れたものは魂が抜けたようになると言われていた。また生首に化け、漁師の網にかかり驚かせたといった話もある。石川県ではカワウソが五番島の着物を着た子供に化け、酒を買いに来たことがあった。店の者が誰だと問うと、おらやと言えず、あわやと答えた。さらに、どこから来たと問うと、かわいと意味不明な答えをして、正体がバレてしまったということだ。また、夜道を歩く人の提灯の火を消したり、人を化かして石や木の根と相撲を取らせたりと、いたずら好きな面も語られている。広島県では友のカワウソ、後のカワウソといい、坊主に化けて現れ、近づいたり見上げたりするとどんどんと大きくなったという話があり、同様の話が宮城県や愛媛県にも伝わっている。土産入道や神輿入道、伸び上がりなどの妖怪の正体はカワウソであるという説もある。中国の書物宋人記には、雨の降る夕暮れ時、男が歩いていると、青い着物に青い傘を差した女が後ろから声をかけてきた。男はこんな時に女が一人で出歩くのは怪しいと思い、足を早めた。
すると女も足を早め、後を追いかけてくる。男は一目散に駆け出し、振り返ると、女はドブンと川に飛び込んだ。その正体は、大きなカワウソであった。着物や傘に見えたのは、ハスの葉であった。と、ある。シフゴロクのカワウソの会では、石川県金沢の城のお堀に、年を経たカワウソが住んでいたという。ある時、女好きの若者が、傘をかぶった美しい女に出会い、声をかけ、家に誘い込んだのだが、女の様子がどうも気味が悪く、仲間に事情を話して、その女の相手を頼んだ。仲間たちはその女の相手をし、傘を脱いでくつろぐように、と話していたが、女は、あの若者に会いたい、と言うばかりで、一向に傘を脱ごうとはしなかった。女は、もう若者がここに戻ってこない、と悟ると、おもむろに傘を脱ぎ、私がお迎えに上がりましょう、と言って表に飛び出した。傘の下に隠れていたその女の顔は老婆であった。そして目は月のように大きく不気味に光っていた。嫌な予感がした仲間たちは、若者を屋敷にかくまい、見張っていたが、夜中に若者の悲痛な叫びが響き渡り、駆けつけてみると、若者はすでに、息絶えていた。その傍らには、引き抜かれた、性器が置いてあったということだ。恨み緩和という書物には、笛吹川のカワウソも人を取る。ある男が川を渡っていた際、突然波が起こり、カワウソが追ってきた。岸に上がっても、まだ追ってくるので、男は鉄砲を構え、仕留めた。そのカワウソは、子牛ほどの大きなカワウソであった、と、ある。太平百物語の、緒方勝次郎、カワウソを射止めしこと、では、ある時、緒方勝次郎という侍が川辺を通りかかると、木の葉をまとった美しい少年が小舟に乗って近づき、船に乗らないか?と言ってきた。怪しく思った勝次郎は少年めがけ弓矢を放った。矢は少年の胸に突き刺さり、絶命した。すると今度は、老婆が近づいて、子供の乗った船を見なかったかい?と聞いてきたので、勝次郎は、あっちに行った、とやり過ごし、この老婆も弓矢で射抜いた。そうして二人の亡骸を見ると、その亡骸は
大きなカワウソだったという。里人によるとこのカワウソは美少年や美女に化け旅人をたぶらかし食い殺していたということだ。もちろんカワウソの話は恐ろしいものばかりではない。口に刺さった釣り針を漁師に外してもらったカワウソが恩返しに漁の手伝いをしたといった話もある。昨今動画などでも愛くるしい姿を見せているカワウソ、これらの多くはカワウソの中でも特に小型のコツメカワウソで、日本カワウソは西暦1979年昭和54年6月高知県の目撃例を最後にもう姿を見ることはない。そして西暦2012年平成24年8月環境省により絶滅が宣言された。2017年平成29年2月には長崎県対馬に設置されたカメラにカワウソが映像に捉えられ日本を賑わしたことは記憶に新しい。このカワウソは後に糞から検出した DNA の調査により少なくともオス、メス、各2頭、計4頭の韓国由来とみられるユーラシアカワウソであると明らかになった。 DNA 的に近い種ではあるが日本カワウソではないようだ。しかし愛媛県の絶滅危惧種を指定している愛媛県レッドデータブック2014は西暦2020年令和2年に再度見直しを行っているが、近い将来に絶滅の危険性が高いものとして絶滅危惧1 A 類にカワウソが残されている。現代によみがえった妖怪として姿を見せてくれることを切に願うばかりである。